日本全国の戦う顔をしている皆さん、こんにちは。今季も優勝候補と目されていた阪神タイガースですが、ここまで苦しい戦いが続いており、6月30日に神宮球場で行われたヤクルト戦で4点のリードを守りきれず5対6で痛恨の逆転負けを喫したことで、ついに貯金もゼロとなってしまいました。この試合では首脳陣の動きや連携がひどく、岡田彰布監督とコーチ陣が口論となる事態になっています。今回はこの試合であらわになった阪神の内部崩壊危機を紹介していきます。バトルフェース。阪神が6月30日に神宮球場で行われたヤクルト戦で4点のリードを守りきれず5対6で痛恨の逆転負けを喫し、スポーツ各紙の報道によると岡田監督は投手系統の準備ができていなかった舞台裏を明かし、9回西一塁から佐藤輝明選手の二塁打で代走の上田海選手を本塁に突入させた藤本敦史内野守備走塁コーチの判断に激怒していました。なぜ岡田監督はコーチ陣を叱責することとなったのでしょうか。4点のリードを守れず8回にまさかの逆転を許して5対6となった9回、西から変わったストッパーの田口投手に対して前川選手が四球を選び、岡田監督は代走の上田を送りました。続く佐藤選手の打球はレフトオーバー。藤本コーチは躊躇することなくぐるぐる右手を回しました。ですがフェンスを直撃した佐藤選手のクッションボールをうまく処理した並木選手から長岡選手を中継したバックホームはドストライクでした。タイミングは完全にアウト。キャッチャーの松本選手が捕球した場所に上田選手がヘッドスライディングを試みる形になってしまいました。スポーツ各紙の報道によると岡田監督は1点負けてんねんやで、信じられんわ、状況判断やんかと藤本コーチの判断に激怒したといいます。阪神 OB で世界一となった侍ジャパンでも三塁コーチを務めるなど名三塁コーチとして知られる現在は大阪経済大監督の高城信弘氏は、プロでも間違う守備走塁の基本という著書の中で、三塁コーチがやるべき仕事として打球の行方、球場の形態、人工芝かそうでないのか、外野の守備位置、風、外野の肩、中継する内野の肩、走者の走力、試合展開、自打者、その調子など、あらゆる状況を頭に入れて根拠のある判断をしなければならない。そして早すぎるストップもダメ。帰塁できるギリギリまで引っ張って判断すること。人工芝であれば、さらに引っ張れると書いています。そして重要な心得をこう書き足しました。勘違いしてはならないのは、三塁コーチの判断は決してギャンブルではいけないということ。状況を見極め、根拠ある決断理由を持って冷静に判断すること。この日の藤本コーチの判断はまさにギャンブルでした。負けてんねやで、信じられんわ、何でもいけやないやろ、状況判断やんか、当たり前やろ、こんな狭い球場やねんからびっくりしたわ。先行で1点負けてて2塁3塁でええんちゃう、次は今日2本タイムリー打ってるバッターやで、と岡田監督の怒りが藤本コーチに向けられました。6月15日の日ハム戦では、原口選手のファウルフライで三塁走者の森下にタッチアップを自重させるなど5つの走塁ミスが重なり、岡田監督から叱責を受けました。そのプレッシャーがあったのかもしれませんが、藤本コーチは冷静な判断に欠いたと厳しく批判されても仕方がありません。藤本コーチは岡田監督が数年前に次期監督候補に上がっている頃から将来コーチにしたいと考えていた人物です。見込んでいるからこそ接し方も厳しくなるでしょう。また守りでもベンチのドタバタで勝ちパターンの歯車が狂いました。8回に好投した先発の西勇輝投手、7回を締めた石井投手からバトンを受けた3番手の桐敷投手が、西1、2塁から村上選手にセンター前タイムリーを許して5対2の3点差となりました。なお1、2塁でサンタナ選手を迎えたところで岡田監督は防御率 1.16 の漆原にスイッチしました。ですが岡田監督が投入したかったのはゲラ投手だったといいます。しかしブルペンでゲラは肩を作っていませんでした。
準備していたのは漆原投手と前日に2イニングを投げていた島本投手の2人だけでした。漆原投手はサンタナ選手に四球を与え、西満塁となって長岡に右中間に走者一掃の同点タイムリー二塁打を打たれました。続く松本選手にも左前打を許し、西一三塁で4点差であれば出番のなかった岩崎投手を急遽投入しましたが、流れを止めることができません。代打の山田選手に勝ち越しのタイムリーをレフトに引っ張られました。岡田監督は、信じられへんわ、ゲラ行くぞ、言うたら、漆原しか投げてません、やて、なんで準備させてへんの、ほんま信じられへん、ゲームなんか何が起こるか分かれへんやん、あの場面で漆原も酷やで、と嘆いたと言います。阪神の継投の準備は、安藤投手コーチがあらゆるケースを想定して立案し、岡田監督に伝え、時には指揮官がそれちゃうやろと差し替えを命じながら、ブルペンの久保田コーチと連携を取って準備を進めています。そのルーティンが昨年の優勝時は守られ、うまく回っていました。4点差の安心感から最新の確認作業を怠ってしまったのでしょうか。岡田監督は、監督就任時に2005年の優勝時のスタッフだった経験豊かな OB の中西清樹氏を呼び戻し、若い投手コーチとタッグを組む組閣を考えていました。ですが、球団フロントからの提案もあり、思い切って一軍投手コーチ経験のない2人に任せる決断をしました。コーチを育てるという意味も込めた抜擢でした。日本一となった昨年、岡田監督は、あの2人は本迷をやってるよと評価していました。ただやることなすことの全てがうまくいった昨年は成功体験こそ多くありましたが、今季のような危機的状況や失敗体験は少なかったです。混戦の様相を見せているセリーグの戦いの中で、最も重要なのは、勝てるゲームを絶対に落とさないことです。岡田監督が大変な負けやでと危機感を持つのは、そういうことです。ほんの少しではあるが打線が機能し始めている、いい流れが、こういう負けを食らうと悪くなります。ここまで7点差をひっくり返された横浜 DeNA 戦や、2試合連続のサヨナラ負けを喫したロッテ戦など、落としてはならないゲームをいくつか落としてきていますが、それらの全てにミスが絡んでいます。この日、ついに投手コーチまでやり玉に上がりましたが、岡田監督とコーチ陣の信頼関係は大丈夫なのでしょうか。なぜミスが出るのか、突き詰めれば準備不足です。ただこの苦い経験を6月の時点でしていることには救いがあります。岡田監督があえてコーチ陣に対して厳しい言葉を発しているのは、その勝負の9月に何が重要になるのかを教えているのです。コーチを叱責することで間接的に選手へもメッセージを発信しているのかもしれません。準備の大切さは痛いほど思い知りました。教訓を生かすのはこの先のゲーム。貯金はゼロとなりました。明日からは首位広島との重要な3連戦となります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。